どうぞ。ただいま。おかえり。少し前にルードが来たけど、一体。私のお母さん、エルミナ。こちら、クラウド。ボディーガードなの。世話になったね。仕事だ。これで完了だな。うん、ありがとう。クラウド、7番街行くんだよね。ああ。じゃあ、送ってく。ここまで送った意味がない。またタークスが来たらどうする。面倒だけど、慣れてるから。それよりクラウドが心配。あっちこっち迷いそう。迷ってもカッコつけちゃって、助けてって言えない。俺の何がわかる。お母さん、私7番街までクラウドを送っていくから。そうかい。でも明日にしたらどうだい。今から行って帰ってじゃ遅くなる。今日はもうゆっくりして、朝早くに出な。そしたら昼には着くだろう。だね。クラウド、いいよね。待て。そうだ、リーフハウスからお花の注文あったの。夕食までまだ時間あるよね。クラウドと行ってくる。約束が違う。そんなこと言う。報酬すっごく高いのに。お母さん、聞く？待て。カゴを取ってくるからちょっと待っててね。まったく慌ただしい子だろう。お待たせ。はい、これ。え、はい。うじゃあ出発。花と話して、というそんな一日でした。行こう、お母さん待ってる。花、なんだって。お疲れ様って。嘘、何も聞こえない。でもね。ううん、何でもない。どうせ信じないから。だろうな。一応聞こう。本当？あ。あと少しって気するんだ。お花、何か話したがってる。何か言いたいことがある。そんな気するんだよね。でも、何か足りない。あと一歩届かない。だから聞こえない。私いつもそう。そして諦めちゃうの。そんな風には見えない。諦めるようには。それはね、今日は頑張ってるもん。何かあったのか。さあ行こう。
じくらいしてやれ。お花、なんて？お疲れとかなんとか。うん、お疲れ様。もう帰っちゃう？ああ、もう十分だ。遅かったじゃないか。一体何してたんだい？ごめんね、いろいろ回ってきたから。夕食の準備ができてるよ。あ、運ぶね。だったら客間の準備を頼むよ。はい。クラウドはくつろいでて。あんた、その目、ソルジャーなんだろう。元ソルジャーだ。悪いけど、何も聞かずに今夜のうちに出てってくれないかい。あんたたちは普通の暮らしと引き換えに力を手に入れたんだろう。欲張っちゃいけないよ。お待たせ。ご苦労さん。お腹空いただろう。ペコペコね。本当に立派になって。そんなんじゃあれだね、女の子もほっとかないだろう。別に。都会にはいろいろ誘惑が多いんだろう。ちゃんとした恋人がいれば母さん少しは安心できるってもんだ。俺は大丈夫だよ。あんたにはね、ちょっとお姉さんであんたをぐいぐい引っ張っていく、そんな子がぴったりだと思うんだけどね。お望み通り出ていくさ。